新食品日清麺職人芳醇味噌ノンフライ麺に液体スープと火薬がついています。麺は味噌ラーメンとしては細めで、最近の全粒粉入り麺職人に共通するざっくりサバサバした口当たりです。歯ごたえはちょっと鈍めで、あまり明確ではないです。緻密で繊細ですが、重要感には欠けます。スープはすりごまの香りが特徴的です。甘めですが、味噌濃度は薄めで、あっさりしてあまりしつこくないです。旨味も味噌よりも醤油とか調味料の存在を感じます。塩分は強めで辛い刺激はありません。具は野菜のみで、量は普通ですが、やや物足りなさを感じます。意図的な演出だと思いますが、全体的に線が細い印象の味噌ラーメンでした。